こんばんは、満月堂のみょんねえです。今朝の朝立ちチェック、それから JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題やってきてくださったでしょうか。課題の詳細は動画の最後と動画の下、タイトルの下の細かい文字のもっと見るのところをピッと押すと全部出てくるのでチェックしてみてください。さあ、今日のテーマはダイエットしても性欲をダウンさせない方法についてです。あのね、勃起力にとって肥満は大敵ですよって話をしているし、この事実はね、何回もね伝えてきておりました。だからダイエットっておすすめ、運動もしてくださいねって話もしてきたんですが、こういう方いらっしゃいません？ダイエットするとなんか性欲湧かないんだよなとか、あとね、ダイエット中はムラムラしないみたいな声をねよく聞くんですよ。これ皆さん体験ありませんか？で、今日はね、そのね、ダイエット中に性欲が下がるように感じてしまう原因、ここねちょっと深掘りしてきました。そうならないためのダイエットの注意点なんかもね紹介したいと思います。健康的に痩せれば性欲低下は起こらない。ではスタート。本来ダイエットってこの性機能に良い影響を与えてくれるんですよね。肥満体型の人は健康的な体型の人よりも実はね 2.4 倍もテストステロンがね欠乏症になるリスクがね高くなってたりとか、あと肥満した2型糖尿病の男性っていうのは体重を落とすことによって勃起機能とか性欲が改善するっていうことが明らかになっているようです。だからダイエットをすること自体は健康にとっても性機能にとっても良いんですよ本来。じゃあなんでダイエットすると性欲が最近落ちてるなって感じてしまうのか、その原因が気になりますよね。実はまず1つ目、過度な糖質制限とか、あと断食などの過度な食事制限、あとなんとかダイエットみたいな感じの、特定のものしか食べないダイエット、これらが関係あるそうです。短期的に効果の高いダイエット方法として、あのね、米とかパンとかね、炭水化物を食べない糖質制限ダイエット、これ入ってますよね。このね、極端に糖質をね減らしてしまうと血管機能の低下からむしろ ED を悪化させてしまう可能性があるっていう研究もあるんですよ。あとね、糖質制限ダイエットは実は性欲が減ってしまうどころか寿命を短くしてしまうというリスクもあるみたい。あの2万5000名のアメリカ人の食生活データをね調べた結果、糖質を摂る量が少ない人っていうのは心臓の病気とか、あとがんになる、死亡率が高いという結果があるそうです。例えば完全にもう炭水化物は悪だと言ってほとんどカットしたりとか、あと断食などのこの極端な食事制限っていうのが勃起力にとっても体にとっても実は危険だということなんですね。あとさ、あったでしょ、バナナダイエット、ゆで卵ダイエットみたいな感じで一つの食べ物だけを食べるダイエット、私も昔なんか中学生ぐらいの時にやったことありますけども、これね定期的に流行るんですよね。実はこれも栄養不足になりやすくって、栄養障害性の脂肪肝を引き起こす可能性もあるということで注意が必要です。流行ったよね昔ね。それからダイエットすると性欲が下がったように感じる原因、2つ目がストレスです。さっきのような無理なダイエットを続けてるとどうですか？まあ当然ストレスもこう溜まりますよね。でストレスが溜まるとどうなるかというと、コルチゾールと呼ばれるホルモンのね分泌が増えるんですよ。でこのコルチゾールってどういう役割かというと、精力の源であるテストステロンね、いつも言ってるでしょ、このテストステロンを妨げてしまう働きをするんですって。あと、アメリカの大学がですね、ストレスと性欲のこの関係性をね調査したところですね、慢性的なストレス、いつもストレス抱えてる人っていう人ほど性欲が弱い。あ、これちょっとドキッとした人多くないですか？常にストレスがある、仕事でも家庭でも、そういう人は性欲が弱いっていうことが判明してるんですって。耳痛い人多いんじゃないですかね、ここね。だからいつも3つの課題の3つ目で、心のリラックス、体のリラックス両方大事ですって言ってるんですね。で、かつ心のリラックス、ストレスをなくすってなかなか難しいじゃないですか。だから体のリラックス
ラックスからアプローチしましょうって言ってるのはそういうことなんですよ。体がほぐれると勝手にほころもほぐれたりしてるので、おすすめです、ね、はい。性欲ダウンしたなと思ってしまう理由3つ目、運動を頑張りすぎている。運動頑張って言ってるじゃん、運動頑張れって言ってるのになんだよって思いますよね。これね、実は逆効果かもしれないんだって。勃起力を上げるためにはダイエットで、ダイエットのためには運動って言ってね、必死に毎日走ったりしてる人多いと思うんですが、実は走りすぎによる極度の疲労で体にストレスが溜まってしまうと、そうなると実はテストステロンを作る能力も減っちゃうんですって。やばいっすね、悪効果になりすぎ。だから走りすぎは気をつけなきゃいけない。まあまあ走りすぎどれぐらいって知りたいですよね。市民ランナーの1ヶ月あたりのランニング距離とテストステロン、このね、関係性調べた調査があるんですが、100キロまでは数値が高いんですが、200キロを境に数値がぐっと下がっている。ってことは、1ヶ月に100キロまでだったら良いっていう風に捉えていいんじゃないでしょうか。ちょっと計算してみてくださいね。あと、長時間のサイクリング。これ以前も言ってますが、これはおちんちんに直接ダメージを与える可能性があるので気をつけてください。自転車のサドル、これね、サドルにここに当たりますよね。このサドルによって性器周辺の血管と神経に圧迫がかかるんですって。で、そのことによって血流障害とか、あと神経障害が起こりやすくなるというふうに言われています。1日の中で継続的に1時間以上、あと連日のように乗ってるっていう方はちょっと注意が必要です。で、サドルカバーとかっていうのが売ってるんだって、このクッション性を高めるために。あとね、またパッド入りのスパッツとかも売ってるそうなので、そういうの着用しながら気をつけてみてください。ということで、今日はダイエットをしても性欲をダウンさせない方法についてのお話でした。暇はね、本当におちんちんの大敵ではあるんですが、それを解消するためにダイエット。このね、やり方によっては勃起力とか性欲が減っちゃう理由にもなるので気をつけてください。過度な糖質制限、過度な運動、そしてそれに伴うストレス。ここら辺はね、本当に注意が必要です。勃起力にも悪影響を与えてしまうので、本末転倒ですね。はい。短期間に結果を出そうっていう風にね、無理をするんじゃなくって、長期的に継続的にできる食事と運動を考えていくことがいいんではないでしょうか。それがね、ダイエットと勃起力、これ両方をね、良くしていく、とっても必要な方法じゃないでしょうか。では最後に、JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題です。1つ目が運動。今日も話した通りです。運動すると、勃起力に大切なテストステロン、この分泌をサポートしてくれますので、運動しすぎに注意しつつ、まずは一息分歩くところから始めてみると良いのではないでしょうか。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠ですね。今日話した通りです。で、その中で食事にも気をつけつつ、足りない栄養素をサプリで補うことをお勧めしております。こちらの妙おすすめのエールマカーサプリ、これね、この3つの課題にも通ずる短期じゃなくて長期で補っていきましょうっていうところが私とっても好きなんですね。これ飲むとぐっすり眠れて翌朝すっきり起きれる、朝から元気で集中力が夜まで続く、仕事の効率がアップしたという声をいただいております。あとはね、疲労感がなくなって体が元気になって、そのことで男性活力もアップした、回数持続力満足度アップしたという声もいただいております。さらには仕事もプライベートも両方諦めなくてよい、両方掴み取ってやるぜっていうね、元気が湧いてきて、それが自信につながったという声もいただいているので、とにかく試していただきたいんですけれども、最低でも3ヶ月続けてみてください。今なら初回1ヶ月分500円で購入できるキャンペーンを行ってますので、必ず概要欄の URL から購入するようにしてください。3つの課題、3つ目がリラックスです。さっきも言った通り、心のリラックス、体のリラックス、両方大事ですが、まずは体からのアプローチが簡単だと思います。お家に帰ったらスーツ脱いでネクタイ外してリラックスしますよね。その時に下着までもリラックス、締め付けゼロにさせる。これ一番体に近いところなので、実は一番大事なんですよ。締め付けゼロにすることで、夜のぐっすり入眠具合、そして朝のスッキリ具合、全然変わってきます。最近ですね、人気YouTube チャンネル
チャンネル令和の虎に出演させていただいて、この虎の皆さんがこのふんどしパンツをね体感してくださって、いろいろ良さを話してくださってますので、ぜひね参考にしてください。あとショップのレビューを見ていただけると、皆さんいろんな感想を書いてみてくださってるのでチェックしてみてください。質問お悩みある方は私の LINE に連絡をください。私が直接お返事をしております。先行案内限定案内なんかも LINE からしておりますので、質問ないよっていう方もとりあえず LINE 登録でスタンプを押してくれると私もスタンプを押し返します。インスタツイッターでは私の普段の様子をお送りしております。 YouTube ね、皆さんこれチャンネル登録されてますか？もしまだだよって方いらしたら今すぐチャンネル登録をお願いします。では次の動画までの宿題です。3つの課題やってくること、ふんどしパンツのレビューチェック、そして令和の虎を見てみること、そしてサプリをチェックすること、最後に YouTube チャンネル登録をすること、お忘れなく。ではまた次の動画でお会いしましょう。満月堂の妙音でした。バイバイ。